今回は元卓球選手の前田美優さんをご紹介します。前田さんは香川県三豊市出身で1996年6月18日生まれです。身長154センチ、体重50キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 A から B カップと思われます。前田さんは切れ長のすっきりとした、それでいて不思議な色気のある瞳が印象的な美女アスリートです。トータルのレンジをショートにまとめつつも、トップやサイドに分けた髪を長めに残したおしゃれなヘアスタイルに相性抜群のこの瞳で、アバンギャルドな雰囲気を醸し出している前田さん。丸みのある方からシャープな顎のラインが綺麗な輪郭を作っていて、そういった部分からも美しさを感じるのですが、リリ TV というインタビュー形式の YouTube に登場した前田さんは、ロックテイストな黒のレザージャケットをシックに着こなし、大きめのイヤリングもとてもセクシーにあしらっていて、センスの良さを見せていました。レザージャケットの袖から出るスラッとした腕や綺麗に伸びた指先もとても色っぽく素敵でしたので、興味のある方はチェックしてみてください。またそういったおしゃれな部分を生かして、女性向けアパレルブランドのミルクフェドとコラボレーションしたバッグをプロデュースするなど、卓球選手の域を超えた活動も展開しています。この時に着ていた黒地に細い白のストライプが入ったワンピースもとてもおしゃれに着こなしていて、一緒に買い物デートをしたらとても楽しそうな印象もありましたね。そんな前田さんはややおっとりとした話し方や人懐っこい笑顔が可愛らしく、真顔の時のおとなしそうな見た目とのギャップがいい感じです。また前田さんは女性らしい柔らかでややムチっとしたお尻や太ももがセクシーなのですが、色白できめ細やかな綺麗な素肌がその魅力をより一層輝かせています。現役引退を知らせる直筆のメッセージでは、相当な達筆ぶりも見せ、おしゃれさや美しさに加えて知的なイメージも感じられ、女性として奥行きのある魅力を持った前田さんから目が離せないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。前田さんは父が卓球の指導者であったことから、5歳で卓球を始めます。深夜まで続く父の厳しい指導を姉と一緒に乗り切ったと語る前田さんは、小5で出場した全日本卓球選手権で福原愛さん以来となる大学生を破る快挙を達成します。以降は中学、高校と全国クラスの大会で複数の優勝を勝ち取り、社会人では混合ダブルスに出場し、全日本卓球選手権で優勝するなど多彩な活躍を見せました。2021年に25歳という若さで引退した前田さん、今後どのような活躍や活動を見せてくれるのか楽しみですね。これからも前田美優さんを応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。